皆さん、こんにちは。川崎町の子供に大人気のヨッシーと、川崎町のお米大好きなソータくんです。さて、今日は壮大な空堀と土塁の連続、大型山城跡神立城址を見学します。今回もおなじみの東北福祉大学名誉教授の吉井博先生にご案内していただきます。よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日は、今ありましたように神立城址ですね、城跡を回っていきたいというふうに思いますけども、その前にこのお寺さん、皆さんよくご存知だと思います。このお寺さん、どこかに入ってますか？あ、ありますね。円福寺って書いてありますね。こちらのお寺さんがかなり古い、歴史を持ってるんですね。平安時代からだっていうんですが、ところが面白いのは、ここにも出てると思うんですね。どうでしょうか？ありませんか？あ、長谷倉六右衛門の墓というふうに書いてあります。これはまあそういうふうに伝えられてるっていうことなんですけれども、ね、そういうところがありますので、せっかくです。今からね、400年前になりますか、亡くなったのはね。いやー、今回も甲冑に着替えました。今日はちょっといつもと違う赤色の甲冑にしてみました。ソータくん似合ってるよ。いいでしょう。うん、武将隊だ。じゃあ早速レッツゴー。来ました。お、着いた。景色もさらに良くなったし、この天気最高だね。すごく見晴らしがいいね。うん、遠くまで見える。まずこれですね。あ、大きい。ここで何書いてあるんですね。はい。六右衛門の常長ですね。常長のお墓だっていうことになってるんですけれども、これは言い伝えられているっていうね、書き方してあります。本当にそうなのかどうかっていうのは、もちろん分かんない部分もありますね。保険運動って書いてあるんですけども、これはそのお墓の形、ああいう形が公共運動って言うんですね。公共運動って言うんですね。すごいね、そうたくん。さあ、今、ほら、真反対側になりますよ。南側、一直線の道がずっとありますよね。はい、あります。新しい道じゃなくて、はい、もう一つ手前の学校跡、今なんて言うんですか、あそこは飯で長谷倉王国じゃないかな。あ、そうだね。その前に、この門前、まっすぐ降りたところ、T 字路になりますよね。細い道が、はい、ありました。一直線の、はい、あの辺りは、宿、宿屋の宿ですね。はい、宿っていう地名ですね。はい、ここは宿場って言っても、江戸時代の宿場じゃありませんから、うん、中世、それ以前のですね、戦国時代、には成立していたと思うんですね。うんうん、とここがこの宿が成立するのはもちろん お城があるからです。はいはい、ね、さあ神立城、これは1545年、はい、清永のおじいさんにあたる清永正っていう人が建てたお城だって言いますね。ねまた。はい。大きさはここに書いてありますね。どれどれ？東西300メートル、南北200メートルだって、そうたくん。広いね。すごい大きいね。うん。これまで前川元城、小野城と見てきたけど、うん、ここも大きな山城なんだね。ね。そうです。で、まあ、この長谷倉常政が作ったというけれども、それがそのまんま今に残ってるわけじゃないんです。
どうもね、それにしては規模が大きすぎると、これ、うん、同じ中世でも一番最後の頃、戦国の一番最後の頃に少し変えられてんじゃないかなというふうに思いますね。大規模改修があったんじゃないかなというふうに思ってます。行きますよ。はい、佐藤君、ここも急だから気をつけて。本当だね、うん、ちゃんと道があるよ。ね、道になってる。うん、ここ少し高くなってると思いますか。はい、少し木が盛られてる。はい、ここも。ここもだ。ここにも何て言いましたっけ。少し高い位置だと。土をなんだっけ持ってるから、うん、なんだっけ、待って、今日は、うん、壮大な壮大な空掘りと、うん、土塁じゃない、うん、これが土塁じゃない、これが土塁、うん、いいですね。あ、すごい学習力。やっぱりもう3回目なので、うん、本当だ、ちゃんとこう盛られてるもんね、うん、そうですね。っていうことはこっちへ続く道もやっぱり前からあったんだっていうことは分かりますよね、はい、ちょっとね、本当は本体行くのはあっちなんだけども、大手道せっかく上がったから、はい、見てみましょう。はい、ちらちらと脇も見てくださいね。はい、こっちはもう急な斜面だね、うん、こっちもさっきの切り口、うん、切り口だね、かなり急だから落ちないように気をつけてね。はい、よし、うん、わかった。こっちもね、はい、これが大手道って言いましたね。はい、大手道は幅狭かった広かった、どっちですか、この大手道。なんかでも、うん、今までの道、下道の中では広いような気がするんですが、うん、うん、広いですね。広い。だけど、両側が急な、切り口になってるから。おー、そうそうそう、切り口になってますよね。これで、これは来れないよね、うん、来れないと、うん、でも、それだけでは済まなかった、うん、なぜかっていうと、済まなかった証拠として、ほら、ここだんだん見えませんか、少し。あれ、段になってるんじゃないか。あ、本当だ。ね、はい、実はね、はい、ここにももうちゃんとクルアが発達してんです。へー、あー、クルアって何でしたっけ。クルアは、こう、山城の上とかにあえて平らに作って、そこに居住スペースを建てたり、敵が入ってこないように見張ったりをして、敵が入ってきた時には上から敵が入ってこないように侵入を防ぐ人がいたところだと思うな。お仕事で合ってますか。すごい、パーフェクト、やったー。よし、すごいね。ありがとう。素晴らしいです。まさにそうですよね、うん、こういうところで、うん、敵を、上がってくる敵を待ち構えればいいわけでしょ、うんうんうん、これ何人通れますかね。ここ広いって言ったって。でもな、みんな横に並んでいくには2、3人が限界かな、ね、まあ、2、3人ですよ、うん、ね、それで上がっていくわけですよ、うんうんうん、それだったらほらで待ってればいいじゃないですか、うん、ね、上がらせまい、上がらせられないね、このね、狙い撃ちできるよ。じゃあ私たちは平気な顔して上がっちゃいましょう。はい、はい、戻ります。はい、右側にも鳥居が発達してるのが分かりますよね。おお、そこ高いでしょ、右手。高い。ね。大手道、大手道何でしたっけ。大手っていうと、大手は、うん、あれ表だよ。うん、表。うん、っていうことはお城の表側の道ってことかな。うん、正面の通りですよね、はい、だから一番最初、麓のところ蛇塚八幡ありますけども、はい、そのそれよりもちょっと下側ですね、
に第一の門があったはずです、はい、これは木戸っていうんですけども、はい、第一の木戸があっておそらくあったはずです、はい、そうしてこの辺見てみましょう。この辺見ていくとどうもね、この合流点からこれぐらいまでなんだ。これはそこ高くなってるじゃないですか。高くなってるね。ちょっと待ってたけど、高くなってるじゃないですか。ね、ここを実はね、堀切りって言ってるんです、はい。誰が堀切りって言い出したか、いつ言い出したのかわかりません。はい、で、堀切りってどんなんでしたっけ？質問ばっかりですね。ごめんなさいね。堀切りは。堀切り。堀の一種ね。ソタ君、堀を切るって書くから、うん、あえて堀を作って、うん、こう、なんて言うんだろう。堀でこう、その場所を切っちゃってるのが堀切りじゃなかったっけ、うん、先生どうでしたっけ、うん、尾根線を切っちゃうんですよね、はい、それで入らせないんですよね、うんうんうん、でも今歩いてきたところでありましたか、なんか堀ありました、堀はなかった、ね、僕は、はい、分からなかったです、うん、だからなぜ誰がいつそういう言い方をしたのか私には分かりない、うんうん、だけど第二の木戸、第二の門はね、間違いなくここからそこまでの間にあるはずです。っていうのは、はい、今までの幅に比べてここがさらに広くなったでしょ、はい、広くなりました、ね、きっとね、ここには全体これだけで第二の木戸があったはずです、うん、でも堀切りらしい堀切りはありません。これは発見されてないだけかもしれませんね、うん、長っ、長っ、そうですよね、50メートル、はい、これは切り岸状になって一段見えますか、そして向こうに柵のある別の高い段がありますよね、はいはい、あそこも切り岸状に落とされてますけどね、はいはい、あの上側が主角、一角、江戸時代で言えば本丸だと、ね、そしてその中間の段があって、ここに段があって、そして堀を隔てて、またもう一つ下に段がある、はい、でもさらに向こうにもあるっていうんですね、つまり測量できてないところなんか結構ね、隠れた遺構があるんです。じゃあまだまだ発見しきれてないんですね、うん、そうですね、ということはそれだけお城の規模が大きかった、うん、そういうことですよ。そうなんだなぁ、さあ左にも堀らしいものがだんだん発達して見えてきました。ここのところ、低いところ、掘ればきっと立派な堀が出てくるんでしょう。パッと見はなんかそんなにこう、うん、しっかりした深い堀には見えないんですけどね。ですけどね、あでも登ってくるとかなりおお、だん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 こう堀見なく見えてきます。幅も結構広いですか？そうですね。これはもう大事な方を守りますからね。大きいですね、やっぱり。と思ってて、さっきの小さいなんて思ってた堀が、を右手。本当だ、大きくなった。でっかっていう感じになってますよね。本当だ。かなり大きくなりましたね。大きい。これが150メートルあるんだ。まだまだ続きます。おそして堀がここで今橋できていますけども、橋のところで2つの堀が合流したように見えませんか。おお、はい、本当だ、本当だ、ね、これは何で合流してるんですか。はい、これによってそっちの郭というものがこちらと区別されます、はい、急に上がってきてるのは分かりますよね、はい、ここで一つの郭として区切りをつけることでいきなり上には行かせないと、はい、これ今から一番大事なところが入ってきますからね、はい、そこを守るためにわざわざ切って、はいはい、この堀を使う作ることでもっていわば堀切りになって向こうの郭とこっちを
分けてるんです。そうです。新入炉。これがじゃあ堀切りみたいな感じになってますけど、本当はどうだか分かりませんよ。あの土橋みたいなものがあったのかもしれません。橋が渡ってたのかもしれませんよ。はい、先見えますか？なかなか見えませんよね。はい、曲がってても、はい、すぐそこまでしか見えない、うん、なんか意地悪いですよね。そうですね、なんか周りに気をかけられてる感じですね、はい、はい、そこに何かいたらどうします？これ上から見られてたら狙われる ね、 上から来たらアウトだ。この右側も堀ですか？はいはい、さっきの続きですよ。あ、これが 150m まだですよ。まだまだ150はまだまだ先なんだよ。空堀。そしてこれは土塁として発達していきますけども、はい、この土塁によって今日はここにどんな形をしているでしょうか。この堀はちょっと分かりにくいかもしれませんけども、ちょっとこうくぼんでて、そして出発点は一応この辺に見えますよね、うん、そしてぐるーっと丸く三日月状に半円形でできてるんです、うんうん、はい、半円形でできていて、ここ今歩いてきたところはまるで土橋かなんかのように歩くところが限定されてます、はい、行きましょう。これはね、見通せなかったですね。まさかこれ U ターンされるなんて、させられるなんてね。そうですね、あれ今までもあんま U ターン、カーブはまあありましたけど、なんか U ターンはなかなか見ないね。見なかったよね。見なかったね、はい、左に土塁があって、ここが守られてることが分かると思います、うんうんうん、そしてはい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 、ここもま、三日月城の堀の延長ですからね、うん、やるでしょ。すごい、すごい形だ。もう何百年も前にこのグリグリしたんだね、うん、そう、この時の昔の人たちが一生懸命まあ、作らされたんでしょうけども、うん、ね、うんうん、動員されて、そしてここがまた土橋状になってます、うん、三日月状の堀があって、まあ半円形って言った方がいいでしょうか、土橋がある。そういうところはここがだから一つの小口として大きな意味を持つに違いない。あ、だからこそ外側に土塁があって、はい、まるでまあこれは専門用語ですからあまり、深入りはしませんけれども、一つのその小口の一つの重要な戦国時代に、しばしばいろいろなお城で出てくる、小口の一種なんです。これなんか通常の小口はこう狭いイメージがありますけど、はい、これはその狭ちょっと広いけど、うん、その分こうグネグネにして、そうです、なんかこうすぐ、ね、すぐ行けないような、ね、はい、ちょっと違った特徴のある感じですね。まあ狭さって言えば狭いですし、はい、それからグネグネって言えばグネグネねありますし、さらに高低差はどうですか？結構高かったですよ、はいはい、結構登りました。登りました、はいはい、高低差、さらにまだこっちにも次の高低差が、はい、いよいよ中入る高低差があって、どっからでも監視されそうな、うん、ここはね、どっからでも狙われちゃうね。狙われますね、はい、これはちょっと攻めるのこと大変だな、うん、これそして今はこう整備されて階段がありますけど、当時は階段もないですから ね、より登りづらいですよね。今は歩きやすくなってるけどね。おお、もしかしたら階段も出るかもしれませんよ。え
白米時代、安土城なんかで立派な木の階段が出てますけどね。はい、ここ、これがさっきの監視ができる櫓台になります。これは、この蔵、見てください。広いですね。広いですね。その広い主格、第一の蔵の一部がこう突き出してるわけです。突き出してて、櫓台として小口を南につけてる。そういう構造ですね。しつこいようですが、あそこの崖も見てくださいね。あら、これはショートカット難しそうだね、こっちの横から。無理だね。急すぎて登れないや、やっぱり。これね、南北で150メーターぐらいあって、中心部で東西が、60メーターぐらいあるんだから、相当重いですね。広いですね。広い。もう小学校の校庭ぐらいあるんじゃないかな、それかけ。本当だね、うん。運動会とかもできちゃう。うん、できそうだね。いいこと言いましたね。うん、運動会ができるような、そういう広いところですよね。かなり広いです。あの前川元城も広かったけど、うん、それよりもなんか広く見えますね。なんかどうもじゃなく本当に広いですよね。はい、はい、V 字の堀は何て言いましたっけ。 V 字型の堀。 V 字型の堀。 V 字型、うん、いろんな堀はあるけど、うん、V 堀V 堀じゃないよ。なんだっけ、覚えてるよし。うん、だって小野城にもあったもん。小野城の一番奥にも大きな V の空堀があったじゃん。あれはあの…矢から行こうか。矢源堀じゃない。矢源堀だ、うん、合ってますか。合ってます。さあ、よ、小野城跡地にあったね、確かに。あったでしょ、すごいね。よし、よく覚えてるね。いやー、吉井先生の緊張のおかげだよ。普通出ないよね。ただもんじゃないよね、君たちは。やった。すごいでしょ。すごい。こっちの矢源堀も立派だね。ね、小野城のところもすごかったけど、うん、ここもさらにすごいね。すごい部位だよ。高さもあるしね、うん、小野城はギリギリ登れたけど、でもあれも急だったよね。こっちは結構厳しいな、うん。難しい。この急な斜面を登れることは容易ではないね。でも立派だね。大きいね。足場は土塁もあるし、歩けるね。そうです。土塁っていうか、大きいですね。大きい。土塁ですね。土塁かか。本当ですね。これを、当時の人たちは、作ったわけですもんね。うん、すごいよね。今だったらさ、うん、大きな重機とかが使えばさ、うん、すぐできるんだろうけど、すごい、何百年も前の人たちが作ったって考えると相当な、あれだね。ね。昔の人は全て手作業だからね。うん、おお、すごい。ここもじゃあ、この柵があるところも土塁になるわけですね。イエスですよ。もうね、よくわかってらっしゃるから、私なんか、本当にびっくりするぐらいですよ。本当によくわかりますね。いい。ここはね、絶景ポイントの一つですね。うん、絶景ポイントだって。
すごい。これ、さっきの野源堀が合流、あっちにも行ってますね。あっちが第二の二区、まあ江戸時代的に言うと二の丸と言われるところです。でね、そこの下のところ、ここに縦堀があって、両側に土塁が縦堀にくっついてあって、だいぶ下まで行くと今度はね、横堀があって、そこに交差点のようにくっつくんですよ。ほら、あそこちゃんと東屋があったり。何か建物がありますね。はい、あれ、憩いの場があるわけですよね。ちゃんと作ってありますね。それからそこに、掲示板があって、で説明がありますよね。隣の2の蔵に入りましたね。はい。1の蔵の周り、土塁と堀、すごかったでしょ。すごかったです。ね、ここを今、右手に本丸と言われているところとの間に堀がありますよね。はい。そして、この蔵の真正面に見えて、このが土塁でしょ。本当だ。土塁の外側どうなってるかちょっと見てみましょうね。はい。じゃあ土塁上に歩きましょう。はい。わお。ここがさっき上から見たあの交差点みたいになってる。はい、絶景ポイント。絶景ポイントから見た。これだ。見事ですね。見事だ。ここも野源堀ですか？はい。この通りです。野源堀。さっきから野源堀がずっと続いてるんですね。うん、見事ですね。ちょっともっと見たくなりますね。はい。先生、あれは、お、あっちにもまだ続く、はいはい、その通りです。っていうことですか？これは、はい、後の時代に切ったんではなくて、その当時からわざわざ下の蔵へ降りるように作った通路になってますね。通路ね。昔からだっていうのは、土塁がほら、曲がってるなんでしょ、はい、ただ切れてんじゃなくて、曲がって下の方へ向かってますよね。はい、ああいうところから、あ、これはその当時のものだっていうのが、はっきりしてくるわけです。こういう、切れ目みたいな、ドリルの切れ目みたいなところがありますから、はい、こういうところからあっちに行ったと考えることができますね。はい、さあ、この堀よりもさらに嬉しくなっちゃうのがこの堀。うわー、高い。どうですか、これは。かなり深いですね。かなり深いですね。はい、人数を示しているから、これも間違いなくやるんですね。これも野源堀か。かなり急だね、青年。そして、向こうにあるのも土塁ですよ。向こうの土塁もかなり高いですね。ねえ、高いですね。あれは高いですね。左に、はい、はい、近くの方を見ますとね、はい、ここの車よりも一番高いですね。はい。つまり向こうの方が価値をその当時としてですよ、価値を高く持ってるってことは分かりますね、はい、一番高いところですね、はいはい、でもこの荷物はもうものすごい厳重に守られてますよね。ぐるっとこの大きな堀で、はい、囲まれてますね。ぐるっとどういう形ね、はい、すごいですよね。これ
絶景ポイントだと思うね。この綺麗な綺麗第二の絶景ポイントだ。綺麗ですね。はい、これでね、はい、一周した。はいはい。でもね、実は何度かこうどっかそこらで持って行ったと思うんですけれども、蔵やら堀やら見えてないものが結構あるんだ。はい、言ったでしょ、はい、このお城はねまだまだ隠された秘密がいっぱいあるはずです、はい、後々ここを歩いてておかしいな、これで完全にこのお城終わりなのかなって思うようになったんです、はいはい、だっていろんなところにまだ遺構がある、遺構って分かりますよね、はいはい、あ、蔵があったり土塁があったり、うん、堀があるわけです。そういう施設が発見できるのに限界そのものが分かってない。その時にね、ほら目の前に丘陵が見えますよね、はい、あれ妙に平らじゃないですか。まっすぐね、これは有名な赤色立体図っていう立体地図っていうものです。だいたい分かります、これの感じっていうのが分かりますか。ここがさっきの、はい、本丸って言ってた近くです、ね、はい、近く、はい、そしてこれが第2の角、はい、第2の角、そして今私たちがいるのがこの辺りかな、ここが7区ですよね、はい、この辺りですね、でしょ。これねちょっと怖いなと思うのは、はい、もし敵がですよ、この丘陵全部をぐるっと締めてしまったら、はい、うん、どうです、これ蟻地獄みたいに、うん、逃げ場がない、逃げ場がないでしょ、はい、これね今逃げ場としてはこの正面、うん、あ、これで、大手道だっていうのはよく分かると思うんですよね、はい、うんうん、だけどこれぐるっと回られて特に裏側北側に入られたらちょっとこれね手の下しようがないね。だからこういうところもね丹念に調べる必要がある。うん、で一回ね私一箇所ここでしたかね見てきましたけども、確かに土塁とそれから通路みたいなのが、そして蔵みたいなのがあるんですよ。だからそれが完全に蔵と言えるのかどうかっていうのも見なくちゃいけなくて、この城ね思いがけず大きなすごいものになっちゃう可能性がある、はい、こことにかく川崎ってすごいお城がいっぱいあるんだもん、はい、ね、なんとかそういう場面なんかをね、うまく活用していただけるとありがたいというふうに思いまして、今日のお話、退屈様でしたけども終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。吉井先生ありがとうございました。ありがとうございます、ね。